戻った？落ちた。落ちたんだけど。普通に固まってアプリが落ちました。なんで？戻った。よかった。でもさ、マジ なんかね、ずっとコメント溜まってるなと思って、一人で喋ってて、あ、絶対これ固まってるなと思って、そしたらね、落ちたアプリが あー、でもさ、やっぱ あー、面白 やっぱあんまりか、なんていうの、自撮りするときってさ、アプリでやるじゃん。だからなんかそんな画質あんまり変わらんなとは思ったって感じ。なんか iPhone のカメラでやるんだったらめっちゃ画質いいけど、なんかアプリになっちゃうとそんな普通って感じかな何話す？また止まったかな？これまたと、あ、止まってないか。よかった。謎が解けた。よかった。1612じゃない。使ってんの。スマホ変えたいけど、いろいろ引き継ぎがめんどい。そう？なんか今回めっちゃ楽だった。なんか iCloud に全部入れたからかな。なんかめちゃめちゃ楽でしたよ、なんかなら。体の疲れは取れた。うん、バッチシ取れてる。写真フォルダ整理してる。最近してないの。だからしないとなぁとは思ってる。けど別に整理しなくても何も困らんけど。大富豪って21時くらいか、ずっとではないかな。ゴールデンベッドタイムは絶対やってるでしょ。その後もちょっとやってるけどって感じ。 Google フォトを使ったことないかな。中ベッドしてる。うん、してるよ毎回。くしゃみでそう。チームごとのガチャ始まってるけど、自分のシークレット引けた？引けてない。引けてません。泉、忖度しなくていいよ、全然。なんかね、泉ね、いつもね、思うの。なんか、泉が大貧民で、なんか大富豪の人が、なんか、ジョーカーと2くれたりとか、ジョーカー2枚くれたりとかする時あるんだけど、たまにね。なんか逆に申し訳ないなってすごい思うの。なんか、それをもらったからといって、勝てない時もあるわけよ、やっぱり。もともと持ってるカードが悪かったら、あ、勝てない時も申し訳ないなと思うし、あとね、なんかそれをもらって勝てるってなるじゃん。でもその人を都落ちさせてしまうのか私は、と思ってしま
そう、なんか都落ちさせていいのか良くないのか、どっちなのみたいな、どっちどうしたらいいんだって なっちゃう。まあするんだけどね、都落ちさせてしまうんだけども、そう、まあそうするするよ、ごめんねって言ってする。なりすまし使ってない、使った方がいいのかな、なりすまし。結構あるんだよね、結構もないけどあるんだよね、何枚、何十枚あるんだよね。どうなんだろう、使った方がいいのかな。サイリウム振ってみたけど気づいた、気づく、サイリウムありがとう。水に振ったことない、回らしてももったいなくない、このなりすましってバレるから恥ずかしいね、バレなかったらね、いいのにね。コインは貯めて一夜中ガチャで使うタイプ、そうする時もあるし、でも今回は貯まったら回しちゃってるから違いますね。バレてるから実質なりすましてないよね、確かに。確かに、なんかさ、いずれ思うんよ、なんかさカード交換できたらいいのになって思うのよね、なんか思うんよ、まあ、一応シャガチャあるからあれやけどさ、思うんよね、やっぱりさ欲しいやん、いいカードで出ない時あるじゃん、カード交換できたらいいのになとすごく思います。でもカード交換ができてしまうと一押しガチャの意味がないんだろうなとも思います。なのでよくわかりません。なんていうの、あーね、ピンホイはトレードあるよね、だからそういうトレードじゃなくて、なんか普通に普通に交換いらんカードをハートに変えたい、確かに。泉はあのなりす大富豪と富豪のなりすまし券をなんかなんだっけ、なんか育成ポイント3倍券みたいなのがあるじゃん、ああいうカードに変えたい交換したい。ルール追加してほしいと思いますか、どうだろう、特にいらんカードって言っちゃダメ、確かに全ているカードですよ。なんかさあーでも違うか、あー別に矢切りっていう、八切りじゃなくて、でも矢切りっていう人の方が少ないよね、メンバーでは別に矢切りっていう
らまー。10期生はヤギリだとプロっぽいからダメって。そうなの、どっちでもいいよって言われたよ、泉たちの時は。好きな方でいいよって言われて、泉ヤギリ派だったからヤギリって言ってた。ルーちゃんはヤギだ。そうなんだ。中村泉八段、なんかさ、そのさ、なんちゃらな八段とかあるじゃん、それってさ、どっちがいいの？なんかちっちゃい方になればなるほどいいのか、大きくなる方がいいのか。でもそれね、いつも分からんのよね。なんかよく習字で何段持ってますみたいなあるじゃん。それ どっちがいいのってなるよね。大きい方がいいのか。なるほど、大きい方がいいんだね。ルーちゃんと対戦したことはないです。でもね、アミとアミ、あのね、いろんな人とあるんだけど、なんか12周年の会、あのリハの時かな、会場行く時にアミと一緒のバスで、帰る時やっけな、行く時やったっけな、まあ、アミと一緒のバスで、その時になんか大富豪が言ってたの、ダミも大富豪が言ってたの。その時にちょうどアミと当たって、うわ当たったみたいな感じになって、でその次の日普通に泉家にいてやってたんだけど、そしたら当たったの、また2日連続で当たったの。え、なんかさ、たまにさ、大富豪してるとさ、なんか赤鬼とかさ、緑鬼みたいなさ、なんかコンピューターみたいなやつが出てくるじゃん。あれは何なの？たまになんかもらえるよね。なんか緑鬼の気まぐれみたいな感じでたまに入ってるよね、プレゼントボックスに。なんかがなんかもらえるよね、たまに。あ、ジョーカーもいるよね、たまに。ジョーカーもいるよね。たまに称号もらえることある。へえ。ダイヤもらった。と何もらったっけな、忘れた。何もらったっけ。あ、服の神みたいないるよね。コンピューターの持ってる一押しカードってランダムなんかね。ランダムじゃない？あ、そろそろ終わろう、お腹すいた。アタフクのドキドキもらった、かわいい。アタフクのドキドキ、お腹すいた。そう、お腹すいたなと思ってて、でも今食べるとまだ早いなと思ってたから、ショールームしようってなってショールームしてたの。それじゃあまた会いましょう。
バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。切ります。